こんにちはビーーートルルズワールドニュースです今日はビートルズをアメリカに紹介した黒いレコードレーベル BJ についての話です。BJ は13年間にわたりあらゆるジャンルの音楽に影響を与えるロースターを作り上げた。1963年2月シカゴの WLSAM の夜間人気ディスクジョッキーディック・ビヨンディは「プリーズプリーズミー」に針を落とし アメリカのラジオで初めてビートルズをプレイした人物となる黒地に虹色のヘリ取りが施されたレコードのラベルはバンド名をビートルズの T を2つ記載するなど間違って記載しているレコード会社の名前は1950年代にシカゴのサウスサイドで創業した共同創業者のビビアン・カーターとジミー・ブラッケンという黒人夫婦のイニシャルである BJ ・がトップに表示されている当時英国ではビートルズの人気が急上昇していたが 米国ではほとんど知られていなかったビートルズが所属していたイギリスのレーベル EMI レコードのアメリカ法人であるキャキトルレコードが断った後 BJ はリバプールの4人組にチャンスを与え契約した結局キャキトルレコードがビートルズの獲得に乗り出したがちょうどビートルマニアがアメリカを席巻しようとしていた1963年後半 BJ はビートルズをアメリカに紹介した功績は大きい。 デトロイトのモータウン以前に最も成功した黒人経営のレコード会社であった BJ は、大西洋を越えて当時、流行していたリズムブルース音楽を英語で解釈して、ビートルズを招聘した。ロック評論家のデイブ・マーシュは、2007年に出版したビートルズのセカンドアルバムの中で、この独立系レコード会社は、バンドのサウンドを理解していなかったキャキトルとは異なり、まさにグループが称賛したアメリカのポップ R&B レコードを作った。 と指摘しているそれでもマーシュが投げかけた重要な疑問は残るもしビートルズがブラッケンとカーターのレーベルに所属していたらこれほど収益性が高く多作で世界を変えることができたのだろうか16歳のジョン・レノンと15歳のポール・マッカートニーがリバプールの教会のガーデンパーティーで出会う4年前の1953年故郷のインディアナ州ゲイリーで人気のゴスペル番組を司るカリスマ的ラジオパーソナリティーだったカーターは最近 街のダウンタウンにビビアンのレコードショップを開くのを手伝ったばかりの新進企業家ブラッケンと結婚しましたレコード会社を設立してラジオのリスナーが求める音楽を店内に並べようというのが二人のささやかな野望であった七夜から500ドル借りてレーベルの第一弾アーティストとして地元のドゥーアップグループスパニエルズを録音したカーターには X ファクターがあったとゲイリー出身でカーターと同じ高校を卒業し 後にスパニエルズへと変貌を遂げた重大のボーカルグループ、ビリー・シェルトンは言う。シェルトンはバンドが有名になる前に脱退し、別のグループ、3ー,ーズで BJ のオーディションを受けて落選し、1980年代にスパニエルズに正式に加入した。彼女はミラス王のような才能を持っていた。彼女は何をやっても金になった。BJ の最初の作品はスパニエルズの「Baby It's You」で。 1953年にビルボードの R&B チャートで10位でデビューした。1954年にリリースされた「グッドナイト・スイート・ハート・グッドナイト」は5位を記録したが、これはシェルトンが驚いたことだった。私は彼らが成功するとは思っていなかった。彼らのアレンジや音楽がそれほど素晴らしいものだとは思っていませんでした。と彼は言う。私が考慮しなかったのは、ビビアン・カーターがこの作品の背後にいたことです。そして、 BJ レコードがその背後にいた。そして BJ のジェネラルマネージャーだったイワート・アブナーはその背後にいたのです。カーターとブラッケンは後にモータウンの社長を務めることになるアブナーを1954年に BJ の経営者として雇った。会計士として学んだアブナーは人種差別のためシカゴの会計事務所には就職できなかった。1949年、シカゴのレコードプレス工場で帳簿係としてキャリアをスタートさせた。ブルース、ドゥーアップ、ジャズ、 コスペルル、などの専門レーベルチャンスレコードとレコード販売会社で働くようになったチャンスの解散後アブナーは BJ に移籍するその後レーベルの社長に就任したアブネルは素晴らしい人だった1960年代に BJ でアブナーの下で働いたグエン・マクダニエルズはこう語る彼は非現実的だった彼が活動しているのを見るのは信じられないことだった1997年の PBS のドキュメンタリー番組「レコード・ロー」 BJ のアーティストとジェリー・バトラーはアブナーがビジネスで成功するための特徴を説明していますマーケティングやマーチャンダイジングの面で天才的だっただけではありませんイワート・アブナーは34日をきていてただ人々を楽しませ催眠術をかけてその精神に引き込むことができるような人だったこの経営者はチェスやアトランティックレコードのような独立系白人レーベルが 黒人 R&B アーティストでどのように成功を収めたかも研究した彼は BJ が同じように成功できると信じて疑わなかった第二次世界大戦の退役軍人であったアブネルはタスキギー空軍基地とその周辺での隔離に抗議する他の黒人軍人に加わっていたこの経験はレコード会社が黒人ラジオや黒人消費者向けに黒人音楽を独占的に制作することを期待するアメリカの音楽業界の制約に抵抗する決意を固めることになりました私は 自分の肌の色に基づく制限を理解できないし、受け入れない。それが何かと関係があるのだろうか。アブネルは1995年、スミソニアン協会のブラックラジオシリーズのインタビューでこう語っている。それは、他の誰かが考えた制限や限界であって、私のものではありません。ロサンゼルスでレコード会社の重役を務めるアブナーの息子、トニーは、父は音楽ビジネスによって、黒人が経済的に自立し、 より高い目標に到達するためのパワーを得ることができると感じていましたと説明します。BJ でアブネルはチャンスで築いた黒人 DJ ディストリビューター小売業者との強固な全国ネットワークを活用したそして BJ のレコードをラジオで流す方法を知っていたことも多きいレーベル設立当初は「後に多欲」と呼ばれる DJ にお金を払ってレコードをかけてもらうという音楽業界の慣習が合法であるだけでなく。 一般的でした父は業界ではよく知られた存在でいつあってもいいことがあると好かれていました。トトニーはいる。彼はあなたを楽しませワインと食事を用意し彼がいる間あなたが思い出に残る時間を過ごせるように準備していました。そしてあなたはポケットにお金を持って帰ることができたのです。お金だけではエアープレイは獲得できない。DJ は評判を維持しなければならないし流す音楽も良いものでなければならなかった。カーターの弟カルビンは。 BJ の4番目のメンバーとしてこの分野を担当し、レーベルのアーティストの育成とレコードのプロデュースを行った。彼は才能を見抜くのがうまかった。彼は何かを聞いて、ああ、これは売れるということができるんだ、とシェルトンは言う。カーターはスタジオでも革新的なことをやってのけた。ベティ・エベレットが作ったザ・シューク・シュークソングを思い出します。とレコードローデ・バトラーは語っている。人々はよく、 一体どうやってバスドラムからあの音を出したのか不思議に思っていたバスドラムではなく電話帳を踏みつけている人たちの音だったんです BJ が13年間続いた間にカーターはアメリカ音楽のあらゆるジャンルに永続的な影響を残すロースターを作り上げましたサウスミシガン・アベニューの12ブロックからなるレコードローにオープンしたレーベルはブルースミュージシャンのジミー・リードとジョンリー・フッカーゴスペルグループのステイプルシンガーズ 最初のソウルレコードと言われるジェリー・バトラーとザ・インプレッションズなどと契約した RCA ・ビクターやデッカといったメジャーレーベルがブラック・ミュージックの普遍的な魅力に気づくと R&B の楽曲をコピーして録音するために白人アーティストを起用するという作手的な手段を取るところもありました白人のアーティストであれば白人のラジオで流すことができ一般市場という大きな宇宙に触れることができるとアブネルはブラックラジオの中で述べている時には これらのレーベル,ガエルリエキは、オリジナルの黒人アーティストが得る利益よりも桁違いに大きいこともあった。例えば、1961年にバトラーが初めて「ムーンリバー」を録音したが、スタンダードになったのはアンディ・リリアムスのバージョンであった。アフリカ系アメリカ人が多い BJ のスタッフの反応をマクダニエルズはオフィスのみんなは本当に怒っていました。と語るエモリー大学の社会学者で、 アメリカにおける R&B の流星について研究しているティモシー・ダウドは、メジャーレーベルは独立系レーベルの台頭を抑えるためにカバー戦略を採用したという、これらの小さな会社は多国籍コングロマリットのような自社製造工場や流通網、多額のプロモーション予算を持たないが、それでも消費者に支持される曲を作っていたのだ。報復のようなものかもしれない。とダウドは言う、ああ、これがヒットしているのか。 自分たちのバージョンを世に送り出そううというわけですそれでもレイ・チャールズのように独立系のアトランティックレコードに所属していたアーティストの中にはこの戦略を無意味だと考える人もいました彼に勝てるカバーなんてなかったんだとダウトは付け加える BJ は潮目が変わるのを直接目撃した1962年2月ジーン・チャンドラーの「Duke of R」はより伝統的なドゥアップナンバーで レーベル初のナンバーワンレコードとなった BJ が成功を収めるとアブネルはメジャーレーベルと対決することを決意した彼らが一般的な市場であるように私も一般的な市場になることができると彼は1995年のインタビューで語っているただやり方は違う白人アーティストをカバーする代わりに自分も白人アーティストと契約するんだ1961年11月までに 白人アーティストは BJ のロースターの30%を占めるようになった。アブナーはエボニー氏に、ビジネスを続けたいなら、自分たちを単なる黒人の会社だと考えるのはやめなければならない。と語った。ニュージャージー出身のイタリア系アメリカ人のボーカルグループ、フォーシーズンズは、1962年にビルボードチャートの首位を2度獲得した。同年、BJ は EMI から、I Remember You。 ガチャーと5位を記録したイギリス系オーストラリア人のフランク・アイフィールドの米国での販売権を獲得することができたアイフィールドの成功はキャキトルレコードの「イギリス人はアメリカで売れない」という言葉を裏切るものだった BJ がビートルズの配給権を獲得した経緯についてよく言われるのはカルテットはアイフィールドの契約の一部であり EMI が追加したものであるということだしかしビートルズのレコーディングの歴史に詳しいマーク・ルイスンは この説にことを唱えている1963年1月10日の契約書にはビートルズのことしか書かれていないという1995年に発表されたアブナーの証言はルイスンを支持するものであったニューヨークにはポール・マーシャルという敏腕弁護士がいて電話でこう言ったんだアブこのグループは風船ガムよりも大きくなるんだリバプールやイギリスではすでに起こっていることだキャキトルは EMI に所有されているからキャキトルは彼らに対する権利を持っている キャキトルはその権利を行使しようとしない、私たちはそれを手に入れることができるのです。私は手に入れようと言った1ページ強の契約書には、今後5年間、ビートルズのレコードをアメリカで販売する際の優先交渉権も BJ に認められていた。もし BJ の思い通りになっていたら、ビートルズの歴史家ブルース・スパイザーは、サージェント・ペパは BJ レーベルからリリースされていただろうと語っています。プリーズ・プリーズ・ミは、 アメリカでのデビューは微妙なものだった。ビヨンディとシカゴの WLS は、このレコードを放送し、同曲の最も演奏された曲のチャートにランクインさせたが、他の地域ではブレイクすることができなかった。BJ の次のビートルズ作品、From Me to You は、ロサンゼルスを拠点とするビヨンディがオンエアしたが、このシングルもチャートインには至らなかった。当時、ビートルズのギタリスト、ジョージ・ハリソンの妹、ルイーズ・ハリソン・コールドウェルは、 イイリノイ州南部に住んでいた彼女の回想録によると、ビートルズが BJ と共演した時の不審を目の当たりにした彼女は、バンドのマネージャー、ブライアン・エクスタインに、大企業の医者から資金と影響力のバックアップがなければ、我々の小さなバンドはどこにもいないようなものだとアドバイスしたという。ダウドが作成したデータベースによると、1963年末までに4シーズンズは BJ から10回チャートインし、 レーベル設立以来のビルボードヒットの数は56に達している1960年代初頭の BJ の急成長は会社のリーダーたちの間に反対意見を呼び起こしたアブネルが BJ の資金をギャンブルの借金の返済に充てているという噂が流れた1995年のインタビューで音楽界の重鎮はどれだけ大きくなるかとこれ以上大きくなるために借金をするかが争点になったと主張している1963年私たちは意見が合わなかったので 私は会社を辞めたアブネルは私は私たちの能力を超えて拡大しスタッフと力をつけある種の製品を持つ必要があり資本を必要としたと付け加えたアブネルが BJ を去ったのは BJ が最大の経済的成功を収めた時であった1964年1月10日同社はビートルズ初のアルバム「イントロデューシング・ザ・ビートルズ」を全米で発売したその10日前に 当時ビートルズの販売権を主張して訴訟を起こしていたキャキトルレコードが新曲中心のアルバム「ミーティング・ザ・ビートルズを発売この2枚のアルバムはキャキトルレコードが11週連続で首位を獲得し BJ は9週連続で2位を獲得した本格的なビートルマニアがついにアメリカを襲ったのであるビートルズのファーストアルバム「プリーズ・プリーズ・ミーからタイトル曲と「アスクミーホワ i ビートルズ初の全米シングルの両英面曲として失敗した曲を除いた実質的なアメリカ版 IntroductionTheBeatles その結果12曲が収録されその半分は黒人アーティストの曲のカバーだったアルバムのクローズである Twist&Shout は前年にアイズレイブラザーズがヒットさせたものだった BJ は傘下のレーベルから Twist&Shout をシングルとしてリリースし 1964年にこの曲でナンバー2のヒットを記録したこのシングルの B 面にはレーベルが選んだ「ゼアズアプレイス」が使われレノンは1980年のインタビューで「モータウン」や「ブラック」のようなものに挑戦したんだと認めている1963年4月 EMI はアルバムのマスター音源を BJ に送り BJ は30日以内に優先交渉権を行使しなければならなかったしかし EMI はすぐにリリースに踏み切らなかった ビートルズの優先順位が低かったこともあるが、資金繰りに問題があったためだ。EMI の米国代理店であるトランスグローバル社は、1963年8月、イントロデューシング・ザ・ビートルズを6000枚印刷する計画が行き詰まり、同社はアイフィールドとビートルズのどちらにも印税を支払わなかったため、一方的に BJ のライセンス契約を打ち切った。トランスグローバル社は、レーベルに宛てた電報で、BJ に対して、 フランク・アイ・フィールドやザ・ビートルズの演奏を含むあらゆるレコードの製造と配布を直ちに中止することを要求した EMI とキャキトルにとって、このメモはアメリカの販売権をキャキトルに戻し、1964年1月、BJ がビートルマニアに便乗して8万枚以上のアルバムを発売した際に、キャキトルが独立レーベルを訴える法的根拠となった。BJ は、販売契約はまだ有効であると主張し、直ちに反訴した。ししかし レーベル側の弁護士による手続き上の不手際により裁判所は BJ にビートルズのレコードを発行することを一時的に禁止したのであるその後数ヶ月間差し止めは何度も解除されまた復活しビートルズのレコードを店頭に並べる能力が損なわれたとビートルズの歴史家は付け加えた4月両者は和解に達し 1964年10月までは BJ がすでに所有していた16枚のマスター音源からレコードを発行し続けることを認め、それ以降はアメリカの前販売権はキャキトルに戻ることになった。1964年、BJ は世界で最も人気のあるバンドのレコードを発売し、空前の利益を上げた。このレーベルは1960年代、全米レコード協会の監査を受けなかったが、後にスパイザーが BJ の会計係から売上データを入手し、 1964年に発売されたイントロデューシングザ・ビートルズと他のビートルズのシングル3枚がプラチナ認定されるに至っている BJ の成功のピークである1964年8月、レーベルの新社長ランディウッドはハリウッド・ボールの楽屋でビートルズに会い、同社独自のバージョンの RIAA ゴールドレコードを送ったマーシュはビートルズは黒人街前のレコード会社の社長であることに心を打たれたのだろうか。 と書いていてるこうした高みから BJ は急速に破滅への道を歩むことになる1965年ブラッケン夫妻は会社を救うために必死でアブナーを呼び戻したその頃 BJ はロサンゼルスに移転しており不始末で得利益が蒸発するのを目の当たりにしていたしかしもう手遅れだった1966年レーベルは破産を申請したアブネルは創業者ベリーゴーディのアドバイザーとしてモータウンに入社し 後にに社長に就任したカーターはゲイリーに戻り DJ をし兄はプロデュースを続けたブラックケンは売れないレーベルを立ち上げカーターとは離婚してしまったもしビートルズの人気に乗じてもっと経済的に有利な立場にあったなら DJ はどれほどの規模になったのだろうかそしてビートルズの成功に DJ は一体どのように貢献したのだろうかアメリカでビートルマニアが生まれたきっかけは1963年12月 ワシントント DC の白人ティーンエイジャーが地元の DJ キャロル・ジェームズにビートルズの抱きしめたいおラジオで流してくれるよう頼んだことだといわれているするとリスナーは熱狂したビートルズがスーパースターに上り詰める過程で BJ が果たした役割はあまり知られていないしかしビートルズのアメリカでの最初のアルバムは黒人が運営するレーベルから発売され 黒人アーティストの曲のカバー6曲で構成されていたという事実がある。1995年、アブネルは「ブラックラジオとブラックディスクジョッキーは今日の音楽業界においてどんな要因よりも大きな責任を負っている」と語った。彼らなしにはロックンロールは存在しなかったと思う。BJ はビートルズの基礎を築き、 1963年2月にビヨンビにビートルズのディスクを文字通り手渡したのはアブナーだった DJ が2013年に NPR に語ったところによるとアブナーがやってきて最新のリリースを持ってきたんだそして私に1枚を手渡しディックこれを聴けと言ったこれはイギリスのグループだ気に入るかもしれないよって僕はそれを聞いてその晩に演奏したんだオンになったんだ以上 ビートルズをアメリカに紹介した黒いレコードレーベル、BJ、についての話でした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからも掲載を続けるためにも、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。